はい、では、堀江一正の方から、僕らが所属している研究室、KD 北川天笠データ工学研究室について、説明させていただきます。まず簡単に自己紹介の方をさせていただきます と、計算科学研究センターの方に所属している、助教で、工学システム学類での、筑波大 OB になります。で、専門としては、人工知能とか機械学習、あとは、脳波とか筋電といった生体信号の処理を、主な専門としています。で、研究の思想の方はですね、基本的には面倒くさいのをなんとかしたいっていうのを、モチベーションとして、持っていまして、作業を楽にするための応用研究の方を中心に、これまで研究開発を進めてきました。で、近年の研究テーマとしては、AI と、医療の連合分野っていうのを主に取り扱っています。高度な、医療の臨床技術を、より普及させるような、町の診療所で最先端の医療を実現できるような、技術開発を目的に、日々研究を行っています。ではですね、一度差し迫って、医療技術の、発展と現状についての、僕の方の、試験を述べさせていただきますと、医療に限らず、多くの業界について技術開発っていうのは高度化と、以下普及っていうこのサイクルを繰り返して発展しているというふうに考えています。で、例えば心臓の、手術の例ですと、まず心臓にアプローチするためにこう胸骨の正中切開、ここを切り開いて手術をしていたのを、ある先生方が、患者に負担のかからない肋間アプローチをこう採用するようになり、あまりにもちょっと難しすぎるので今度はこれを、手術ロボのダビンチを使って同じことをやろう。これなんかまさに、比較的簡単な手法から高度化して以下普及っていう形の、一つの良い例だと考えています。では医療診断の方を見てみますと、現在は、高度化の真っ最中というふうに捉えています。例えばですね、総合診断医、僕ら患者の側からするととりあえず総合診断医の先生を受診すればいい、すごく便利で分かりやすいですが、医者の先生の方からすると、あれかなり広い病気に対する専門的な知見が必要になると、相当高度なことが求められていると。で、これが今後はですね、より診断を簡単にする方の技術っていうものが求められるというふうに考えています。で、その中でAI ですね、まさに、難しい高度な知見を、適用させる応用させるっていうことについては、この AI っていうのが一つの解決策になるというふうに捉えています。で、業界を見ますと、AI と医療の組み合わせっていうのはかなり盛んにやられていまして、これ GTC2019 っていう、とても有名な、ハイパフォーマンスコンピューティングの、開発のところが主催しているイベントなんですが、実際にヘルスケア&メディカルリサーチカンファレンスステーションで一つわざわざセッションが設けられるくらいに、盛んに研究がなされているジャンルになってきています。またですね、日本は他国、特にですね AI 強いアメリカとか中国と比べると、医療データのサンプルが高品質で、こっちジャンルの応用には適しているっていうように、言われています。で、具体的に最近の研究例になりますと、基本的にはですね、WPI IIIS の方との連携を行いまして、睡眠ステージの自動判定の研究を取り行っています。で、これまでですね、これら睡眠のステージ、ウェイクとかレムとかですねを判定するのにかなりの時間がかかっていたのですが、それをもう完全に機械で実行させてしまうことで、1回の検査のですねコストを抑えるなり、もっと需要が増えた場合についても対応できるようにしようという技術開発を行っています。で、現在ですね、5種類の人の睡眠ステージを、88.2% っていうかなり高い一致率で判定できていまして、実際に
技師とほぼ同等、技師の代替として利用できるっていう域までたどり着いたと考えています。他にはですね、最近では判定だけではなくて、信号処理の方についても、同様に研究を行っていまして、例えばノイズ除去、ノイジーな、脳波のデータから、どういうようなノイズが入っているのかっていう部分をモデルに学習して、実際に除去するっていうようなこともやっています。純粋に周波数をカットするようなフィルターに比べると、ちゃんとですね、どういうノイズがどの程度の量を含まれているかということまで勘案して、上手なノイズ除去ができている、こういったような技術の開発を行っています。特にですね、医療系と、人工知能とかの応用発展とかですね、あとは、難しかった、より簡単な方向に、診断なり医療の技術をより簡単にしていくっていうようなアプローチに興味のある方と、一緒に研究ができればと考えています。